はい、はい、この早い入りが難しいですね。今夜も始まりました京南散歩、今日はですね、私が撮影をした動画で、京南散歩やってみたいと思います。はい、まあ、見ての通りですね。これは県民会館の機材ですか。はいはい、ああ違います、ね、大手前ですね。ですね、見ていただいて分かるようにですね、着物の女性がモデルを了承いただきまして了承いただいたというか、この散歩動画出たいという声掛けがいただきましたので、素晴らしい、行きましょうと。素晴らしいですね。で、序盤はですね、ちょっと少し映像があんまり、変化がないというか、ちょっとここからですね、お買い物シーンがあるので、おまず状況説明を少しゆっくりとさせていただきます。はい、この日まずですね、朝一番松江は、雷、すごい雷が鳴りまして、大雨でしたね。大雨だったんです。それで朝、これ集合は朝10時に集合してるんですけど、もう朝8時ぐらいからですね、LINE のやり取りをして、どうなのどうなのと、でどうなのっていうのはどういうことかというと、この2人はやる気満々なんですけど、雨でもいいみたいなそう、僕のカメラの機材とか大丈夫なんですかみたいななるほどなるほど。で、まあ、ここから第2の言い訳なんですが、実はこれカメラにビニールをかぶせてるんです。レンズのとこはまあ出して、それ以外は透明のビニールをかけて、あ、なるほど、実は撮影してて、これだから生の本当のなんだ記録を見ると、そのビニールがガシャ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 言ってる音が、音も入ってます。へえ、これ透明なビニールでやったんですけど、カメラの背面のディスプレイが全然見えないです反射して今何が映ってるのかが分かってない動画になってます。でも綺麗に映ってますよ。はい、バッチリですっていう言い訳をまずは僕は一番にしたかった大丈夫です、全然大丈夫です。これで、せっかくならまずは飲み物を買っていきましょうということで、はい、松江チャッテさんですね。僕ここは行ったことないですね、まだ。お、うん、そうですか。綺麗なところですね。新しい、これいつできたんですか。去年ん、去年ですか。あ、まだかなり新しいとこだと思いますよ。すごい綺麗になってる。うん、宍道湖のサンセットカフェさんとこう系列というか、はいはいはい、なんかそんな感じのお店のはずです。何会社さんでしたっけ。玉作りもあれですよ、一緒ですよね。うん、そうですね。おにぎりセットとかもあるじゃないですか。あ、本当ですね。ちょっと一度お邪魔しないと。着物で行かないといけないですね、ここはやっぱり確かに、うん、そうです。り方、あとはちなみにもう一つ言い訳は、そう、これジンバルで撮影をしてますが、初めて僕が初めて使ったジンバルでございましたので、そのあたりもちょっとぶっつけ本番、前回ぶっつけ本番ですか。ぶっつけ本番、多少練習はしましたけど、この長時間、もう次の日ですね、右腕筋肉痛ですよ、やっぱり重たかった。本当ですか。レンズは広角レンズですね。もうこれ画角いいですね、やっぱりね、うん、素晴らしい。これは今ドリンク待ちですか。そうだね、ドリンクを待ってる間に
こう僕が着物の女性を下から舐めるように取ります。ここから下からはいグググググっといってます。これは会長と副会長でしたっけ？違いましたっけ？そうです、会長副会長でございます。はい、ちなみにこの副会長は米子の方ですんでね。そうなんですか。そうですよ、わざ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 来ていただいた。米子もどうなんですか、こう着物を着て歩くようなこう場所というか。いやー、やっぱりちょっとこう商業の街ですからね、米子は。行かないかもしれないですね、こういう城の周りみたいな風景が、うん、そうなんですよ、観光の街ではないので街づくりが全然多分違うんですよね。で、雨は止んでるんですね、完全に。そうなんです。で、これから先の話をすると、まあ、あのこの、お堀沿いをまず歩いて松江城の中の方まで、芝生の方まで入っていきます。で、その後は実はそこで一旦動画はやめて、まあ、せっかくなのでカラコロ工房のアンブレラスカイというイベントやってるので、はいはいはい、そこ遊びに行きましょうかって言ってそこ行った時にはですね、うん、なんと快晴超天気が良くて、これあの後で映像が出ますので、後半あのお楽しみ。できればこの時非常にこの時晴れてほしかった、ね、この時晴れてほしかった。いいんです、まあ天気は仕方がない。おお、ちょっとこの飲み物を見せてもらって、なんかいちごミルクと何だったかな、グレープフルーツだったかな、何だったかな。で、あとはもうただこの2人を追いかけるだけ。着物女性を後ろから追い回す。そうです、はい、追い回すだけでございます。ここであレイクラインのバスがあるよということで、ちょっとこうバスを背景に、ね、撮りましょうかということでですね。これ雨の時こう足元っていうのはやっぱり濡れやすいですよね、空気の中で。ですよね。そうですね。まあ、あの一応お二人にもですね、この状況前日というか、まあ、2、3日前から天気予報がちょっとやばいなっていうことを話してましたので、あのある程度汚れてもいい着物を着てきてくださいという話はしておりました。このままレイクラインに2人が乗って行ってしまったらちょっと笑える映像になりますね。これちょっと待ってる。時間調整ですか。そうですね、時間を待ってるところだったんです。まあこのレイクラインも確かに色合いが鮮やかなのでカメラ映えはするんですよね。昔からこの色でしたっけ。この色ですよね。どうだったっけ。ずっとこの色ですよ、だと思いますよ。ずっとこの色ですね。誰も乗ってませんでした。乗ってたのか。いや、一人ぐらい乗ってたかな、確か。始めます。ここからようやく散歩でございます。松江城のなんか配置がおかしかったのは僕の画面だけですか。いやいや。あとでぜひ確認しておいてください。ちょっと、はい、気になる人は松江の巻き戻しですね。松江の間はちょっと空いてたんです。そうですか。余分な。この右側もだいぶ変わりましたよね。ああ、そうですね。これからこのお堀沿いってもうこれ以上歩道とか広くしたりはしないんですかね。ああ、もうこれ以上いじらないですよね。どうなんだろう。話か。なんか
どこだったかな、一時期広げてませんでした、ここだったかな、あれどっかを広げてたような気がするけど、これだいぶ整備されましたよね、左側もうちょっとなんかこう、ね、汚かったというか雑だったような気が、うんうん、気がしますだったような記憶を僕もあります、うん、右側もだいぶ本当ね、とてもまあ歴史館ができたからだいぶ風景もね変わった、うんうんうん、この道がもう少し広くなると本当はいいんでしょうけどね、車と歩道と一方通行にしてもうちょっとこうね歩けるあそう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 、細野もちょっとなんか雰囲気ある細野の方がいいかもしれないですね、うん、ですね、まあ、意外と通行量多いですからねここね、うん、いやそうなんですよ、で自転車も結構通りますし、うんすね、通学通勤のそうなんです、県庁に来るとこう、ね、そうなんです通過してきます、ね、この歴史館の裏側に路地あるじゃないですか、ご存知です、はあはあはあ、裏にこの歴史館の後ろ側にこれに並走するようにまあ路地があるんですよ、そこの路地の方が雰囲気ありますけどね、はい、極端なこと言うと、あそうなんですか、車1台通れるか、ああもうちょっとえ、うん、ちょうどこの歴史館の裏です、はい、ああそ抜けていく道があるんですよ同じように、へあそこの路地も、はい、まあ家ばっかりですけどお店はないかな、はいはい、あ裏の道あ、ね、はいありますね、なんか綺麗なんか綺麗になりましたこれ、すっきりしてるな、何なんでしたね、うん、歩道がですね、うん、かこれ画角がいいから余計なんか広々と見えるのかもしれないですよね、多分そうだと思いますよ、だから横はちょっと伸びてますね、映像が広々とそうなんです、雰囲気いい場所みたいですね、やばいいんですけど、うん、いやまあいいんですよ、やっぱこの揺れのない映像がですね、うん、いいです、ジンバル大活躍でございます、でここから、この先行っちゃうとちょっとこう、戻ることができなくなっちゃうなってことで、なるほど左行っちゃうっていう感じ で、 そうです、ね、この右行くと歴史館ですね、おあそれは綺麗になって、で車通れなくなったそう、なんかここって確かこれから先整備するはずなんですよね、この橋なんか新聞かなんかで、なんかで見たんですけど、うん、なんかこんな柵みたいなもんなかったはずですし、ね、そういうもんが知ってるんですよ、何かは知ってるんですよ、ああしまった、そういうことをちゃんと調べておこうと思ってた、確かそんなの毎回なんだっけ、そう今車入れないんですねこれそうか、昔配達しょっちゅう走ってましたよね、はい、あそうなんですか、へえ、こうやって改めて見るとなかなかですね、こう石垣の間を張っていくと、そうですよね、やっぱ景色はこうやって見ると、うん、改めてこうやって映像で見ると景色綺麗ですよね、これを右に行くと釣り人がいるって感じの記憶ばっかりなんで、おブラックバスって言ってますね、そうですそうです、確かにあんまり今いないですかね、あのやっぱり、うん、あの船が通るようになってからね、あんまりこの堀で釣りってねできなく、今見ないですね、堀端ではあんまり見ないですね、遊覧船出るまでは結構みんな釣りしてましたね、あ本当ですか、一応青空が出てるんですよね、そうです、これちょっとやっぱ雨上がりだから回ってみたりして緑が綺麗なんですよ、やっぱりすごく綺麗ですよ、ああなるほど、足元が大変みずみずしい緑、
そう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 本当にこのお二人はただ歩くだけのために出ていただいて、で ここの広場で、松江城の大茶会というのが開催されてます。一応11流派とか12流派集まる大茶会ですので。去年はコロナで中止でした。あ、そうですね、去年はコロナ、去年は中止です。で、一昨年が10月にやろうとして台風で急遽場所を変更とかだったかな、どうだったかな、うん、結構大変なんですよ ね、 ですもんね。毎年何回ぐらいやってるんですか、大丈夫か。30何回行ってるはずです。でやっぱり11流派とか集まるっていうこと自体が珍しいので、そうです。あ、なるほど。ほらこうやってビニールが邪魔するんですよ。あ、これ見るためにですね、もう雨上がってるからビニールをめくって背面ディスプレイを見てるんですよ僕は。あ、いいですね。こうちょっと横から撮って、これ芝生で僕は足びっちょびちょになってますんで。なりますよね。たっぷり水を含んでるはずだから。なるほど。あ、まあ当然ですけど雨上がり誰もいないですね、当たり前なんですけど。貸し切り状態ですね。、うん、そう、この道は歩いてないけど、それでもポロポロ、まあ朝10時だったから。あ、そうか、そうだな。お城に上がる人はいらっしゃいますか。本当、うん、あの直前まで本当雨降ってましたので、あ、移動の車の中でもまだ雨がポツポツ降ってたぐらいですので、一応このお二人も僕も傘を持ちながらやってるんですよね。この芝生のところも昔は本当ね、あんまりイベントとかで使えなかったんですけど、ある時からこうね使えるようになって、まあ、この前もそうですか、スカパラのライブとかね、ここでやってましたもんね。おお、そうでしたね、そうでした、そうでした、うん、そうですよ。この石垣をバックにしてそのライブをするっていうのがなかなか良かったみたいですね。昔ここは会場として使えないっていう時に、最初なのかな、結構いろんなこうことでそのイベントやったことがあるんですよ、青年会一緒で、うん、その時大雨でしたんでね。はいはい。なんか、いや、雨が似合うなって思ってたとこはどうしてもその本当にもう、いやでも本当にいいとこですね。なんかだけど、うん、広いですね。すごい広々と見えますね。奥行きもある感じ。いや、松江城、ここ松江城ですね。松江市民なら必ず、あの高校時代に、ここでちょっとこうあの学園祭のなんか練習とかするんですよ、みんな踊りの。ほう、その記憶があります、ね。はい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 。そう、ここで練習するんです。ここで練習するので、ね、高校から近い一番広いところ。あ、そっか。これ左側は今あれですか、なんか茶屋のままですか。うん、あのお店になってるはずですよ。ガチャガチャよ。はい。あ、ですね。それからここからなんだかこの武者の自動販売機、これがなんかこのか自動販売機の横になんか看板が立ってて、なんかこれが珍しいみたいなことが書いてあったんです。撮影しておりますね。あ、わしと、なるほど。武将ラッピング、これ一応自動販売機で確か喋るはずなの、はあ、そうですよ、なんか喋るはず。これ堀尾義晴なんですね。じゃあ、今ちらっと書いてありました。まあ、そうですね、そうです、そうです。まあ
っかくなら武者推し、武士推しで。そうですね。うわ、ああでも広々と見えますね本当。うん。これ馬だまりっていうとこっちの、そうですよね、砂利のところのことを言う。こっちはなんとか丸ですよ。二の丸か三の丸忘れましたけど。ですよね。こっちは。ああそうか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 。馬を止めとくところだから馬だまりなんですね。ね、馬で来たら入れるんですか。ここまで入れるんですね。入れると思います。馬で来てほしい、ね、行くまでがまず大変ですけど、ね、ダメってことないですもんね。おあ、おられますね、観光客。よくあのここで、あこれよくあのテレビの取材もしてますよ ね, すね、なんか定山のとこでこうよくニュースの、あはいはい、はい、ね、観光客に対する取材はそうですね。だいたい松江城編がこの辺りで終わります。一旦終わってそのまま、これ一応動画をあのノーカットでつなげてますので、突然パンと次の映像に切り替わります。ちなみにこのお着物は夏着物っていう言い方でいいんですか？なんか僕も全然。そうですね。そうですそうです。この右の女性、白黒の着物を着られてる方は、麻でできた着物ですね。で一応この白黒の女性は顔出し NG なんです。なんかマスクが。なのであのいつも振り返った瞬間に僕カメラを実はこう落としたりですね、なるべく映らないように端に寄せたりとかしてるんですけど。なるほど。そうですそうです。そうこの、ああで天気が良くなってます、ね、バンと急に映像が切り替わりまして、そうです、もう快晴ですね。これがカラコロ公募へ行こうとしてるところ。大水道薬品駐車場なんですね。ここは薬のあの卸問屋さん。あ、そうなん、大水道薬品さんが。お、あ、ええ、この間この間あの地図をいろいろ見てた時のあれですか、ね、この辺。もうでも円屋さんは駐車場の時代ですか。いや僕あんまりこの辺だから。そうですよね、来ないですよね。あんま来ないですよね。僕ら生の頃小中学校とかで めちゃくちゃ来るんですよ、この辺りに。やっぱりあの家電量販店がこの辺にしかなかったので、今でいうデオデオさんがここにあったんです、この通り沿いに。はい。で、あのそうまあ喫茶店とかそういうのも何でもかんでも、まあ市場と百貨店もそうですけども、この辺になんかいっぱいあったんで、ちょっとっこの辺よく来てましたね。特に家電量販店、はい、まあ、第一電機ですけど当時。うわ、第一電機。ラジオの、ね、収録とかもあったんで。いや知らないですね。第一電機よく来たんですよ。もうどうですか、できて何年ですか。あ、日銀です。もともと合銀なんですよね、はい、いい日銀なんですよね。あ、日銀か、失礼しました。日銀自体は寄ることはないですよね、ここに用事がないですもんね。ですもんね、日銀自体は。あ、そうですね、天気が良くなってきましたね。そうなんです、めちゃくちゃ天気が良くて、まあ、この後アンブレラスカイを見ますけども、あーそうか、天気がいい方が綺麗なんです。その理由はこの後映像で見えますけども、だいぶテナントさんも入れ替わったんですかね、最初の頃あれだったですけど。あ、あ
はいはい、あのビートそうですね、ビートルっていうところはずっとじゃないですか、多分から僕ずっとエルミタージュの時代ご存知ですね。フランスロール、フレンチのお店だったんですよ。いえ、わかりません。はい、もともと西川津に、西川津か、ああお店構えておられて、でここのカラコロのオープンと同時に確か移ってもらって、うちあの家族でいい日にこのフレンチを食べに行くというのが昔は、はい、素晴らしい。あ、本当ですか。なんかイベントの日はここは結構ですね、たくさん人が来られました。日曜日、日曜日のこれ11時ぐらいかな、でこれ実際音楽流れないんですけど、中はなんかこう音楽を演奏する方がいらっしゃって、結構いいですね、上 BGM がかかって雰囲気が良かったんです。うん、綺麗ですよ。そう、昔ここ屋根ないんですよね、考えたら。あ、うん、屋根なかったですね、雨の日は雨でしたんですけど、この屋根ができてから、うん、後からつけたんだですね。素晴らしいな、屋根は必須ですね。おお、綺麗ですね、こういう具合にですね。それでもこのアンブレラスカイっていうのはちょっと調べたら結構いろんなところでやってるイベントのようですね。なんかいろんな地方のこういうイベントが出てきました。売ってるんですかね、それ用に。どうなんでしょう、これ全部100円パラソルに自分で書いてそういうイベントはダメなんですかね、どうなんですかね。でも綺麗なことなるほどね、はい、そうですね。でここでですね、ジンバルが、挙動不審な動きをしだして自分の方向いて、僕が非常に焦ってる場面が映ります。大焦りです。おかしいおかしい、戻し方がわからないとなってます。初ジンバル、おー、いいですね。逆にパニックのおかげでいい映画が撮れてるじゃないですか、はい、これがパニックですで、最終的には手動というか力ずくで真正面に戻すとで、そうこうしてるうちにあの職員さんが天井開けますよって言ってくれて、今これまだ天井閉まってるんですけど、そうです、ここから天井が開き外の光が入ってくるんです。こういう具合、あ、これは綺麗ですね。へえ、そうなんですよ、この太陽の光が入るとこの色がついた傘の意味が出てくる。あ、本当は綺麗ですね。そうですまあ、ある意味アートですよね、これもね。屋根があるといいな。ああ、そうですね、うん。ちょうどいいですね。この時に来ておられた方はいいですね。ね、いい風景。うん、バッチリ。これ撮影が終わって30分後ぐらいまた土砂降りの雨が降ってますので、すごいグッドタイミングだったんですよね。あ、そうですね、風もあったらなかなか、風も全然なかったですし、あ、そう、そしたらみんな撮影部隊がですね、スマホの撮影もいましたけど、結構一眼を持った、一眼レフ持ってきてる人とかもいて、なんか着物にいいピントが合ってますね。そうです、はい、そうなんです。着物のバッグの方に傘が来るようにとかいろいろやってるところです。嬉しいで
この動画もですね、終わるのは突然終わりますので、はい、パンと切れますか。ああ多分おー素晴らしい、そろそろおしまいです。いやなかなかでもいいですね。おっとおっとおっと、あどうしよう。ああいう追いかけ動画もいいですね。はい、という、今回は素晴らしい京南散歩第3弾でしたね。じゃあ次回また楽しみにしております。ありがとうございました。次回はまたどんな動画が出るのかお楽しみに。それではさようなら。はいはい、ありがとう。